意外と簡単そうで、あれ、ここどうやってるのと思われがちなというか、私も戸惑ってしまう部分でした。それが棟梁をまず開け方です。こういうもの、まあ、形はこんないびつじゃないものでいいですが、これで回しながら開けていくと、なかなか硬くて開きません。そして開けて、その後です、この塗料をこちらに移すのですが、意外とこれが困難です。というのが、これを普通に入れるとこぼしてしまいます。そしてこぼさなかったとしても、この縁もうベロベロになります。こぼれてこぼれて、そしてその場合に、使用するのがハケです。片手でこちらを持って流したと思ったら、塗料を入れ込んだらですね、そして縁をきれいに拭いてあげると、入れたら拭く、こんな感じですね。意外と見落としがちな部分です。